激辛ジョニーです。今日もみんなの趣味に火をつけちゃう。やってきましたー。はい、前回に引き続き、大阪の辛いもんやギロチンさんに今日も来ております。今日はですね、前回カレーうどんのゴッドを食べたんですけれども、今回はそれ以上にちょっと難易度が高いと予想されるカレーライスゴッドを今日は挑戦していきたいなと思います。はい、前回クリアしてこのように、ゴッドを完食するとこのバンドがもらえるんですけども、今日食べれば3つ揃うということで、今日も気合を入れて鉢巻きを頭に巻いております。今日はね、ちょっと予想的にカレーライスなんで結構早めに勝負がつくかなと思います。やっぱカレーうどんに比べるとやっぱりこうスープじゃないですから、勝負は一瞬かなと思いますので、ぜひお見逃しなく。それでは行きましょう。レッツゴー。ドテカレー。はい、ドテカレーと唐揚げ。なるほど、トッピングが選べると。はい、じゃあこう唐揚げで。唐揚げ。美味しそう。はい、唐揚げ。お、来ましたかね。おー、来たー。カレーライスゴッドさんやってまいりました。この見た目は全く、はい、前回のカレーうどん同様、見た目はね、全然辛そうに見えないんですよ。ルーがね、何このプルプル、怪しい弾力がありますけど、いただきます。さあ、カレーライスゴッドさん、お手並み拝見ですよ。よし、うわー、いただきます。これゴッドっすよね。これゴッドっすよね。お、あれ、なんかいけるぞ。あれ、うん、うまい、うまい、うまい。あ、唐揚げがめっちゃサクサクで美味しいですね。あれ、なんか想像してた辛さより全然うまくないですね。うん、うまい。唐揚げはめちゃくちゃうまい、これ、うん、これ超うまい。プリプリ、もちもち、プリプリ、カリカリ、肉厚ジューシー、唐揚げ、うん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 、
ございました。というわけで、カレーライスごっと食べたんですけども、結構なんか聞いてた辛さより全然ちょっと僕がビビりすぎたっていうのはあったんですけども、そんなにこう辛さはあんま来なかったんですけど、まあちょっと後になってジンジン来ますけども、カレーうどんよりかは僕的にはこっちの方が相性がいいかなとは思います。唐揚げも大ぶりで美味しかったです。サクサクもちもちで、カレーもね非常にコクがあって、美味しく食べれました。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ビロシン皆さんのカレーライス辛さレベル、おっと辛さレベルじゃん、辛さレベル6です。おめでとうございます。6です。はい、食べ終わってね、これちょっと水を飲むとね余計辛さが広がりますね。ありがとうございます。いただきましょう。すごい揃いました。まあ浮かせに行くことでチャレンジするとね、返り討ちにされると思うんで、そこは気をつけた方がいいかなと思います。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新してますのでフォローお願いします。待ってろデビル。非常に楽しみですね。まあ、自分の力がどれだけ試せるかっていうのもありますし、大阪に来た理由、それはこのデビルを倒すために、僕はこう来たんで、間違いなく完食させていただきます。秘策、まあ、特にこれといって秘策はないんですけど、まあ、今までのこう積み重ねみたいなのが僕にとってやっぱ自信になってるんで、まあ、いろんな料理食べてきましたけど、まあ、強いて言うなら、トイキチョップ。カメラ。これでいいんですか。これで。デビッド、お前が二度とこの世に這い上がれなく、俺がしてやる。待っとけ、覚悟しとけ、このデビル。